かチャンネル。はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。ゆかさん夫婦です。今日は何をしますか？まずなんかここ綺麗な、なんかね、とこ来て、なんかね、カフェに来て、うんうんうん、ちょっと久々に外で撮ってみようかなと思って。そうそう、じゃあ今日は日本の彼女ができて、日本の奥さんができて、うん、変化する、うん、男の、なんていうの、男の変化あんま興味ないどうすんの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 この子の名前、アメリカの名前はどうすんです、どうすん、なんでかはいつもどうすんのって言うから、もうお前の名前はどうすんにしって言って、ちょっと TMI だからもうどうすんさんです。やめて、はい、TMI でした。はい、それではじゃあ行きますか。はい、1個目、まずですね、まあ言語の違いがいっぱいできるんです。そうだね、言語のこの言葉話すとき、はいはい、例えばですね、ゆかと会う前は友達と遊んでさ、うわ、なんか夜まで遊んだの、うん、うわ、なんかきつい、なんか眠たいねって言った時、なんかもう酒いっぱい飲んで、もう眠たいの、うん、眠たいのちょっといて、うん、ちょっといて言う話は、例えばもう眠たいからもう帰るわとか、うん、男前感じで、もう眠たいからね、もう家帰んなきゃとか言うじゃん、もう眠たいとか言うけどゆかと付き合ってあとは、うん、今日ね、ちょっとねぼねぼ今日ネボネボだからね、ちょっとネボネボ、これわかんない、みんなに当てはまるかわかんないけどなんか変なんだよね、私ね、ちょっとプリコなのニュカの家族は結構プリコで、プリコ、そうそう、だからネボネボとか、ネボは何だから、なら、ネボネボ、眠たいってなんかちょりちょりってネボネボ、なんか、で、なんかこういう感じのがネボネボって思うけど、そうそう、ネボネボって言うんだけど、うん、だそのなんか私の忌まわしをすんちゃんが自然にね、キャッチしちゃったんだよね。だから大阪行ってあんな激しいの、なんか友達だって男たちらにわあ、キャロマジャーって言って、で、いや俺がネボネボやからって言ってみんな、えネボネボ何やってんのあなたってってすごい言われました。みんなだからゆかのこと嫌いになるんでしょ。嫌いっていうか、なんかすんちゃん変わったねとかってめっちゃ言われました。言語の違い。だから、うん、日本人女子と付き合うと、そのちょっとこう、うんうん、女子っぽい言い回しを覚えちゃうんだよね。そうだよね。まあこの話を続けていたら2個目は、うん、女子っぽくなるし、すごいプリコになるからプリコになるの。そう、なんか今日何するって言ったら、普通前だったらなんかパチンコ行こうぜとか、なんか今日ね、ちょっとまあ居酒屋行くとか言うけど、最近はちょっとカフェ行く映えやろ、インスタ映え、ちょっとインスタ映えのためにカフェ行くとかってなるの。そうだね、まあすごい、まあ、これは、うん、多分人によるけど、私みたいなちょっと調子乗ったプリコそうそう出会うと、うんうん、そう、こうなるよね。なんかね、絶対でも分かるじゃん、外国人だから、韓国の女の子とか日本の女の子と付き合ってる男を見たら絶対変わるの見えるじゃん。そうそう、ね、そう、なんかテレビとか見てても、うんうん、これ日本人女子に限らず、その国の女性と付き合った男性、うんうんうん、その海外の男性は結構その国の女子っぽい言い回しになるの。そうそう、絶対。例えばさ、なんか韓国人女子と付き合ってる、例えば外国人、うん、アメリカ人とかだと、なんか例えばなんかはじまーとかでもそうだけど、うん、なんかちょっとニュアンスが、これ絶対なんか韓国人彼女がいるんだなっていう、なんかね、男の子から学んだ言葉ではない、ない言い回しを覚えるんだよね。だから恋愛がさ、一番言語学ぶ早い方法だけど、多分結構リスクもあるよね。あるある私もだからすんちゃんの言い回しになってるから、結構男の子っぽい韓国語なのね。なんかおじさんっぽい韓国語で、ですんちゃんは結構女子っぽい日本語をしゃべる。めっちゃ女子になったもん。そうだね、まあ元々女子のこうスピリットがあったけど、それを秘めてたけど、ゆかが出してきたの、俺のその調子力を。そうそうそ
ず女子力をね活性化させました。そうだからすごいプリコの、うん、なんかムカつくプリコになりました私最近。すいませんすいません。3つ目次あとなんていうか可愛いスンちゃんになるかな。調子乗んなよ。調子乗んな。なんかね、なんかわかんないけど可愛くなっちゃった。可愛くなっちゃう。なんか関係ある。日本人女子と付き合うのと関係ある。違う、なんかね自分で満足すんの。どういうこと。例えば考えるじゃん。何を。なんかをなんか考えるとき満足しちゃうね。例えばさ、まあ一個一個話すときもなんかすごいちゃんと、うん、なんか適当じゃなくてさ、なんか話すときもちゃんとそういう意見を女子っぽく言うの。意見を伝わたいからみんなにね、うんうん、気になってるとこもいっぱいある。例えば友達と遊んだりとかも前は全然気にしてないのね、うんうん、でももう気にしちゃうのその相手を。え、例えば。あー、なんか気使っちゃうってこと。そう、気使うね、いっぱい。あー、わかった、うん、確かになんか結構日本人女子はさ遠慮したりとかこう気使ったりっていうのがなんか、ま、基本的にしちゃう人が多いから。おいおい、それがなんか習慣になったってこと。もう習慣になってんの。だからなるほどなるほど。もうゆかがもう日本人のすごいプリコな、うん、ちょっと嫌な女の子だけどそれを勉強しちゃうのね、やっぱり。で、それが嫌なやつは勉強しないけど、そうなんだ。いいとこだけちょっと吸っちゃうの。こういう感じに今、吸っちゃうの。だから、今からこちらの仲間たちらが、うん、まあ、これからもいっぱい日本人とか、いろんな国とか、まあ、彼女を付き合うと思うんですけど、はい、絶対外国人と付き合ったら、絶対その国を、なんかその人の、なんか習慣とか言い方を、吸いちゃうの。まあそれもいいことだけど、たまに友達と男の男子と友達あったらすごい惹かれるんです。そう、なんかいじめになるから。よくあんのよ、なんか先飲もうぜ飲もうぜって言ったら、寝ぼ寝ぼって言ったら、俺寝ぼ寝ぼなのとか。寝ぼ寝ぼ。びっくりしまった。みんなになんかうわってなってみんな。お前気持ち悪いとか気持ち悪い。そういうキャラになっちゃうね。なっちゃうの。まあいい、まあ悪い変更ではないけど。そうだね。変化、うん、まあじゃないけど、まあこういう感じのがあるし、見えますよみんな。誰にこの健康をこの習慣を勉強してもらったか。なるほどなるほど、うん、あ、ゆかからゆかと一緒にいたんだなみたいなのが。そうそうそう、出ちゃうってことでしょ。うん、うんうん、分かる分かる。一緒にいるとねそうなるよね。まあ夫婦は似てていくっていっぱい言いますけど、うん、男はもうちょっと女子っぽくなるし。そうだね。で、ゆかは女の子は男っぽくなるね、うん、めっちゃ。ゆかはもうめっちゃ男な、なんかもっと折れるようになんか男っぽくなってるからね。 だからいいんだよ。はい、終わりです。はい、わかりました、はい、今日はこんな感じで軽めにこう日本人女子と付き合った男性はどうなるかっていうことについて話してみました、はい、きっと日本人女子だけに限らず、そう、まあ、国際カップル、まあ国際カップルとか、はい、国際カップルとか、まあ、私がちょっと特別にもっとなれたかもしれないんですけど絶対ありますからね。はい、なので皆さんもあるあるかどうか考えてみてください。ありがとうございます。それでは、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします、はい、ちょっとなんか出てますけど、はい、次の動画で会いましょう。バイバイ。